はい、お疲れ様です。はい、最強エンジニア社長の、菅沢ですと。今回ですね、当社のですね、クリエイティブアドバイザーに就任いただきました、斉藤さんに来ていただいてます。斉藤です。よろしくお願いします。と、当社のですね、チーフデザインオフィサー、イメージ君です。はい。慣れてないじゃん。そっちで終わりと。匂いで来ると思う。あ、青木さんです。青木。イメージ君です。そう。ということで、もう今日は徹底的にクリエイティブな話なんですが、はい。斉藤さんも本当に超すごい人で、もともと日本テレビの有名プロデューサーということで、みんな見てると大好きな番組があるんですけど、それを、センサーズっていう大事な番組があったりとか、はい、あと、あれですね。ズッキリとか、ズッキリとか、ズッキリとか、ちょっとパニックとかやってまして、その後ですね、退職されて、Cちゃん、LINE を作られた森川さんと一緒に創業されまして、5年前ですね。今、CCO、チーフデザインオフィサーをされてると、ズバリお聞きしたいんですが。どうすればヒット？なかなかすぐにやっぱ始まってすぐにそういう直球で入るっていうなかなかもう、ね、俺ちょっと悩んでますけど、ヒットそうか、まあ結構、はい、その時その時によって、はい、まあ僕の場合テレビだったからね、はい、やっぱりタイミングとか、うん、それからどういう時間帯とか、うんうん、どういうニーズみたいなのによって、うんうん、こうなんか考えることが違うので、うんうん、まあ、それぞれ番組によってヒットさせるかさせないかみたいなことのポイントは違ってくるんですよね。ただ、まあ、共通して僕が作るときに割とこう意識してたのは、ありそうでなかったもの、それからまあなさそうで、やっぱりなかった。なさそうで、あ、なかった。そうですね、もうありえないぐらいのやつですね。そうですね。リップは、あれは、はい、なんか考えてる。リップは、はい、その通院屋さんっていう、はい、もう偉大な番組があって、あ、そうか。それを30年ぶりに、はい、まあ、衣替えをしたいというので、どうしてもその、まあ、全く違う番組を作り変えてほしいというリクエストもあったので、うん、で、まあ、呼ばれてやったという話。どういう破損だったんですか、それ。ZIP は、Zoom って番組がものすごく、それこそ大番組だったので、やっぱり延長線上で作ると、なかなか勝てないなと思ったので、まさに菅さんおっしゃって、はい、割と僕って女性目線の物事の作りがあるんで、ズームさんってね、歴代ねお父さんなんですよ。ああ、お父さんっぽい。徳光さん、太田さん、確かに福沢さん、まあ、羽鳥君って、は日本のこう、うん、お父さんが司会をする、うん、巨人軍の話があったり、うん、日本全国のこう中継があったり、うん、お父さんが仕切った。たまにちょっと英語を勉強してそう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 ましたね。ありましたね。ベキさんね。はいはいはい、で今回はどっちかっていうと母性の番組にしようと思って、まあママと子供が一緒に見れる、うん、おごるさんが朝行く前、家事前に見れるっていう。でもそれでこうジップっていう名前が出てきたら、なんか大丈夫かってなる気がするす、ね、今当たってるからみんな多分、ね、そうですよ、自然ですけど、みんなもうそれはね当たる前はひどいもんですよそうですよ、ね、本当に大丈夫ですかって言います、本当ひどい10分は最初、はい、まあコードネームは、あ、コードネームだったんです。コードネームがあったんです、はいはい、コードネームが歯ブラシテレビ私が方向全然違いますね。なぜなら目覚ましテレビがあって目覚ましに対抗するにはブラシこれ負けそうみたいな歯ブラシテレビっていうのでずっと3月ぐらいまで、もう割と、え、もう始まってたんですか。始まってないですよ。企画をするってことしてるから出せないですよ、確かに。結構ね、言うとバレるんですよ。あ、やってるんだってね。そう、今度の番組ジップって言うんでしょうか言われると、いろんなこう週刊誌が出ちゃう。
ああ、そうなんですよ。ものすごいこう嘘ばっかり。歯ブラシ店歯ブラシ。最初歯磨きのコーナーで始まった。どっから出てきたんですか。ジップね。はい、これあの作家の子が、うん、あの何百個っていうこうアイデアで、ね、その中で、ね、やっぱりこれからあの結構デジタル意識して作ったことあるんで、ああじゃあのジップからそうですそうです。なのでジップファイルみたいに、はい、そうだったんですね。クリックして情報がバーンと出るっていうのがジップの、あの音です。そうじゃないと思ってました、ね、エンジニアとしては。まさかテレビの方がそんなまさか普通にジップファイルかよジッパーの方かな。あ、なるほど。あ開くね、向こうが見える。結構最初のジップって、はい、あの画面が縦長でスマホライクだったりとか、うん、結構ね、うんうん、あの当時のいわゆる、テックみたいなのを結構意識して作ってて、はい、あじゃあそこからセンサーズともつながっていくんですね。そうですそうです、うん、そうだ。だから最初から実は、はい、ジップってことによって、うん、あのコーナーが分かれて、すっごい細かくコーナーが分かれてて、うん、番組終わった途端にインターネットで見逃し配信してたんです。ああ、もうネット的なものをやろうっていう。そうですそうです。何年前ぐらいですか。それはだから今から始めた9年前。9年前ですね。まあ約10年前ですね。当時はだってスマホ出たてだから、まだもう全然そんなことでさ、そんなことなんて全然誰も考えてないし、見逃し配信って何みたいな。僕の中で言うと、朝の番組って途中で出るじゃないですか。つまり、ずっと2時間見て、さあ行こうっていう人もいないから、途中で会社行く人がその人によって時間がずれるんで、こっからあとは全部ネットで見てもらえる。ネット配信してるんで。早耳TVerやってたって。そうそうそう。全国のエンジニアの声を集めて面白いことをやってきます。チャンネル登録お願いします。